PVA-3 の CE カーブレーザー誘導は、車両や航空機から照射されるレーザービームによって、ミサイルや誘導爆弾を目標へ誘導する技術である。いわゆるレーザー誘導には、下記のようなものが含まれる。ルズブル誘導式は最も初期から運用されていたものであるが、現在では他に社にとって変わられて、あまり用いられなくなっている。 レーザー目標指示装置から目標に照射されたレーザーの反射光は円錐状に広がりミサイルの誘導装置が捕捉する際にはすでに微弱であるために高感度のレーザー検出器はノイズを減らすために低温に冷やされるミサイルは円錐状に広がるレーザー反射光の中心に向かって誘導されるがミサイルが目標に命中するまでレーザーの照射を続ける必要がある レーザー光は信号を乗せるために変調される場合もある。レーザー誘導方式は十分にレーザー光を反射しない目標に対しては使用できない。反射を防いだり減衰させる特殊な塗装が施されている場合は不適である。また、近代的な軍用車両に後半に搭載されるレーザー即居技の使用はレーザー誘導兵器の命中率を下げる要因となる。 飛来するレーザー誘導ミサイルやレーザー誘導爆弾の検出機に対して強力なレーザー光を照射することにより検出機を飽和させて妨害することができる。ありがとうございます。